皆さんこんにちは、だっちゃんこと相田和孝です。今回の相田ムービー久しぶりなんですが、大分県の、鶴見半島ですね、佐伯市鶴見半島に来ています。この佐伯市でじゃあ何を釣るかと言いますと、そうメバルです。はい、またかと言われるんですが、まあ、しょうがないですね、まあ、楽しいんで、はい、でそのメバルなんですけど、3月そうですね、上旬かぐらいからずっと追ってたんですが、だんだんこうベイトフィッシュが、まあ、その食してるあの餌自体が、網から、3月中旬下旬にかけて少しずつこう大きくなってですね、まあ、名護系のベイトフィッシュですとか、アオリイカのちっちゃいやつとか結構大きなものを食するようになってきてます。かなりメバルもですね、アグレッシブな感じになってると思うんで、今日はちょっとプラグオンリーで、まあ、こういったちょっと大きめのプラグですとか、いつも使ってる、今回のプラグを使いながらちょっと攻略していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、まずはですね、フェイキードッグ CB のちょっと秘密のカラーを使っていきたいと思います。はい、出るかな。昨日までですね、ちょっとかなり雨が降ってたんで、ちょっと水潮気味になってますね。だからちょっと魚も下に下がってるかもしれないです。乗りました、乗りました。出ましたよ。しかも結構いいし。ほら、釣れました。ほら、がっつり食ってます。CB、結構大きいんですけどね、このプラグ。うん、でもしっかり出るんですね。はい。よしよし。じゃあ次、狙っていきましょう。もっと両肩目指しましょう。はい、じゃあちょっとですね、ちょっと大きなプラグに出にくくなったんで、こいつリッチ 35F の、まあ、通称メロンソーダカラーですね。これで行ってみたいと思います。よいしょ。おや一撃っす。一撃必殺。これは釣れました。リッチ 35F ですね。やっぱちょっと水潮気味なんで下に下がってますね。でこういうちょっとまあまあ緩やかな波動を生むものっていうのが強いみたいですね。ちょっと調子乗っていきましょう。ちなみに今友人のハマちゃんがかけました。ハマちゃん登場を。ハマちゃんがメバルです。釣りました。釣れました。プラグですね。プラグですね。ルアーなんですかこれ。あ、リッチですね。リッチね。フローティングタイプです。釣りましたね。いやいや釣れるんですよ。よく釣れますね。あれ3号の方がいいのか。
よし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 。どうしよう。おらー。でかい。でかい。ほら、皆さん。やりました。でかいっしょ。イエー。イエーって、イエーってなんか昔流行ったな。25ぐらいですかね。25、6。いいサイズ。今ですね、リッチ 35F をなんですけど、ちょんちょんと、まあまあ、トゥイッチして、まあ、そのフローですね。もう本当、僕がよく言う自発的な動きで食ってきました。いい食い方。お、ハマちゃんも食った。ハマちゃんも食ったよ。ほら、ハマちゃん。おー、危ない危ない危ない。おー、でかいでかいでかい。ほら、ハマちゃん。ハマちゃんも釣れた。いや、ダブルダブルダブルしましょう。リッチ 35F ですか。スリッチ 35F ですよ。マジかよ。ほら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 釣れた。インサイズ。やべ。超楽しい。ちょんちょんがいいですね。ですね。ちょんちょんがやっぱそうっすよね。今ちょんちょんで食いました。ほら兄弟ですね。兄弟ですよ。よし、じゃあ次行きましょう。頑張りましょう。いや楽しいですね。今回のソーダムービーいかがだったでしょうか。楽しそうだったでしょう。ですね、これからまあまあプラッキングゲーム、各地域で楽しめると思うんですけど、まあ、まずですね、メバルっていうのは、まあ、これはあくまで魚類学上でのことなんですけど、まあ、シーバースですとかチヌですとか、まあ、アジですとかそういうのに比べて、まあ、ちょっと鈍感な魚というか、そこまでなんだろう、敏感ではない魚と言われています。で、そのプラスアルファですね、まあ、これからの時期ベートがやっぱり大きくなるっていうことで、かなりアグレッシブになるっていう、まあ、その2つの理由から、こういった大きなプラグですとか、まあ、こういうちょっと水押し系のミノですとか、こういうのにかなりアグレッシブに食ってくるということが言えるわけですね。はい。まあ、これから5月末ぐらいまでかな、まあ、各地域でこういうトラッキングゲーム楽しめると思いますんで、はい、ぜひとも皆さんもお近くのフィールドで楽しまれてみてください。はい、では今回のソーダムービーこれにて終わらせていただきたいと思います。はい、ではまたの機会にお会いしましょう。ではでは、ありがとうございました。